ソラリアプラザは九州最大の繁華街である福岡市中央区天神に位置するファッションビル。福岡県を拠点とする大手私鉄である西日本鉄道が所有、運営している。大手私鉄の一社である西日本鉄道による西鉄福岡駅周辺の再開発事業、天神ソラリア計画の第一期として建設され、1989年3月に完成。 西鉄福岡駅の西隣、かつて西鉄が運営していた福岡スポーツセンターの跡地に建っている。ファッション店が多数入居するほか、映画館、東方シネマズやレストラン街、スポーツジムなどがあり、ホテルも併設されている。1階には、ラブ FM のサテライトスタジオがある。コミュニティ放送局時代は、ビルの屋上に送信所を設置していたほか、ビルの7階に、 本社スタジオを構えていた時期もある。2013年6月から以下の大々的なリニューアルを行っていた。2015年4月26日にこれらのリニューアルが完了した。同プラザの7階には1フロアに3スクリーンを有する映画館がある。かつてはソラリアシネマという名称だったが、2012年1月からは東方シネマズ直営の東方シネマズ展示。 ソラリア館となった。1956年4月11日に、同地で開業した、名画座、センターシネマがその前身。当時は大人50円、小人30円の定料金だった。その後、ロード商喚に転換し、営業を継続したが、1987年5月、同地の再開発に伴い一時休館。その2年後の1989年3月、 ドープラザ7階にソラリアシネマとしてリニューアルオープン。シネマ1は当時まだ珍しかったスタジアム形式の客席とボディソニックシステムを採用していた。初回、レートショー以外は全席指定席であったほか、西鉄 IC カードにもかで入場料金が生産することもできた。当初は東方洋画系作品がラインナップされていたが、末期は ミニシアター向きの作品を中心とした上映に転換していた。しかし晩年は市内に登場したシネマコンプレックスの影響で次第に客足が落ち込みヒット作に恵まれない状況が続いた。2011年8月に同年11月末での閉館を発表。同年11月30日、マイケル・ジャクソン・ディス・イズ・イットの爆音上映を行い。 センターシネマ時代から数えて55年続いた歴史にピリオドを打った。座席数3巻ともドルビーデジタル EX に対応。スターウォーズエピソード1のためにドルビーサラウンド EX が導入されたが、結局 SDDS での上映となった。シネマ2.3の SDDS6CH の上映方式は、 2010年のドル BCP650 の採用に再支配し、シネマ1は2010年に DLP デジタルシネマ映写機を導入。3D 方式はエクスパンディを採用。ソラリアシネマ閉館後、同館の跡地は東方シネマズに売却され、2012年1月21日、天神東方と統合したシネマコンプレックス東方シネマズ天神。 ソラリア館として再開業した。これに伴い天神東宝も東宝シネマズ、天神本館と名称変更されている。東宝シネマズ系列としては、梅田、南馬に続き、本館と別館がある三つ目の地域となったが、2017年3月31日に天神本館が建て替えのため閉館になり、ソラリア館のみの営業となっている。それ以降、 天神地区における東方系のアニメ映画の次期固定系のシリーズ作品の風切り感はソラリア間に移行している。ソラリアシネマ時代はシネマ一のみデジタル上映だったが、リニューアル後は全スクリーンがデジタル上映に移行されている。座席数3スクリーンの総座席数は433席で、ソラリア時代よりも68席減となった。 前述の天神本館の閉店とともに、スクリーン番号が変更されている。ありがとうございます。